マルセルル・フェーブル、1981、マルセル・フランソワル・フェーブルは、フランスのカトリック大司教。西アフリカの教皇施設と、精霊修道会の総長としての職務を経て、第2バチカン公会議に関連した教会の変化への反対を主導した。1970年に、カトリックの伝統主義を擁護を標榜する。 司祭団体である聖ピオ十世会を創立した。1988年、教皇ヨハネ・パウロ2世の命に反し、同会での活動を続けるため4人の司教を性別した。教皇庁は、直ちに彼と除外式に参加した他の司教が、教会法のもとに自動波紋の制裁を受けたと宣言した。ルフェーブル大司教の支持者は、 波紋について異議を唱えてきた。2009年1月21日、教皇庁は4人の司教の波紋を取り消した。フランス、ノール県のトゥール・コワンで生まれ、3番目の子供で、次男であった。父は、工場主であるルネル・フェーブルは、敬虔なカトリックで、君主制に愛着を抱き、アクションフランセーズのメンバーであった。ルネは、1944年に、 フランスのレジスタンス活動及び、イギリスへの重宝活動により、ケシュタポが収容した、ドイツ東ブランデンブルクのゾネンブルクナチス、強制収容所で亡くなった。母は、ガブリエル・バティーヌと言い,い、1938年に亡くなっている。両親は敬虔なカトリック神徒であり、子供を毎日ミサに連れて行った。父は熱烈な応答派であり、 第一次世界大戦中にトゥーレコアンがドイツに占領されている間はイギリス情報機関へのスパイ組織を担った。1923年に司祭になるための勉強を始め彼の父の強い勧めによりローマのフランス人神学校に行った。後に彼は保守的なものの見方を校長でブルトン人司祭であるアンリル・フロック神父のおかげであるとした。 彼の勉強は、1926年と1927年に、兵役に就いたことにより中断した。1929年5月25日、彼は、ローマの西洋ハネラテラの大聖堂で、バジリオ・ポンピージュ・スーキ教により、除祭に除解された。1929年9月21日、所属する教区であるリールのアキーユ・リエナール司教により、司祭に除解された。 除会後も、ローマで勉強を続け、1930年7月に、進学の博士課程を終えた。1930年8月に、リエナール数奇教ワールフェーブルを、リールの郊外のロムの小教区の助人司祭に割り当てた。これより以前に、彼は、精霊修道会の会員として、不教任務に就くために、教区の任務を解かれることを要望していた。しかし、 数奇教は、リール教区の小教区の任務に従事している間に、考えれば良いと断言した。1931年7月には、教区の任務を解かれた。9月には、オルリーの精霊修道会の修練院に入った。1年後の1932年9月8日、3年間の、誓願を立てた。精霊修道会司祭としての彼の最初の任務は、 アフリカのガボンの首都リーブルビルにある西ヨハネ人学校の教授職であった。1934年には神学校の校長となった。1935年には修正生願をした。ガボンで長城として多くの精霊修道会の選挙活動に従事した。1945年10月、ルフェーブルは総長によりフランスに戻って、 モルタンの精霊修道会の神学校の校長という新しい任務に就くよう命じられた。彼のフランスへの帰還は長くは続かなかった。1947年6月12日、教皇ピオ12世は彼をセネガルのダカールの大牧師教に任命し、アンテドンの名義司教の座を与えた。1947年9月18日には、 彼を司祭に上海した、リエナール・スー・キ教の詩式により、トゥール・コワンの彼の家族の小教区で司教に性別され、ジャンバティスト・フォーレ司教とアルフレッド・ジャン・フェリックス・アンセル司教が立ち会った。その新しい地位により、ル・フェーブルは350万人中わずか5万人のカトリック信者しかいない地域の責任を負うことになった。百四十八年九月十二日、彼は、 ダカールの大木を続ける一方で、さらなる責任を負うことになった。ピオ12世は、フランス領アフリカの教皇施設に、彼を任命したのである。この資格で、彼は、アフリカの46教区における、教会当局への教皇庁の代理人となった。そして新たな責務とともに、彼は、エウロパのアルカディオポリスの名義大司教に任命された。 教皇施設としての主要な任務は、フランス領アフリカに、教会構造を設立することであった。ピオ十二世は、ふさわしいヒエラルキーへの迅速内向を望んでいた。ルフェーブルは、新しい主教を選任したり、司祭や修道所の数を増す責任を負っていた。また、様々な教区での教会の数を増やす任務もあった。1955年9月14日。 ダカール大牧区は、広塚佐教区となり、ルフェーブルは、最初のダカールの首都大司教となった。ピオ十二世が、聖職者や信徒に、第三世界での布教活動を支持し、より多くの宣教師を求めた教書、フィデードヌムを書いている間、ルフェーブル大司教は最初かつ最も重要な、アドバイザーであった。1958年に、ピオ十二世が成居して、 教皇ヨハネ23世が後を継ぎ、1959年に、ルフェーブルに、教皇施設としてか、ダカールの大司教として泊まるかという選択を与えた、後に、他の人物を、フランス領アフリカの教皇施設に任命した。ルフェーブルは、ダカールの大司教を1962年1月まで、続け、その後は、フランスのチュールに移動となったが、 大司教の肩書きはそのまま保持していた。1960年に教皇ヨハネス23世は彼を第二バチカン公会議の中央準備委員会に任命した。1962年7月26日、精霊修道会の総会ワルフェーブルを総長に選出した。彼は宣教分野での経験により広く尊敬されていた。 その一方で、ある進歩的な会員は、彼の管理のスタイルが、権威主義的であると考え、急進的な改革を望んでいた。1962年8月7日、ルフェーブルは、フリギア新ダの名義広塚左京区を与えられた。ルフェーブルは、修道会の影響力のある会員から、彼が現代教会の指導者や、特に、フランスでの司教会議の現代化と改革の要求から、 距離を置いていると考えられ、ますます非難されるようになった。1968年9月、第二バチカン公会議の変化後における、修道会の方向を議論するために、精霊修道会の総会が開かれた。総会での最初の行動は、何人かの調停者を選んで彼の代わりに総会を指導することであった。ルフェーブルは、教皇パウロ6世に、 精霊修道会の総長としての辞表を提出した。後に彼はもはや聞き従うことを望まない修道会の総長に止まることは不可能となったと語った。教皇ヨハネ23世に第二バチカン公会議の中央準備委員会のメンバーに任命され、公会議で司教が参考に供するために提出される現行の議論に参加した。公会議の一回期の間、彼は 公会議の協議による方向性を懸念するようになった。彼は恐怖の国際的グループとして知られる司教の研究グループにおいて主導的な役割を果たした。公会議における懸念の主要な部分は宗教の自由の原理に関する討論であった。公会議の3回期の間、ペリクル・フェリチ大司教はルフェーブルと他の同意見の司教がその話題に関する。 文書の草案を書き直す、特別4人委員会に任命されたと宣言したが、この手段は、間もなく教皇の認可を経ていないことが分かり、文書の草案を準備する責任の多くは、キリスト教一致促進のための教皇調律、協議会に与えられた。宗教の自由に関してという大の草案に変わり、彼とアルフレド・オッタビアーニ・スキ教は、 教会と国家の関係及び宗教的関与を扱う文書を指示した。司教団の国際的グループは、公会議の第4回期まで延期された書類への予選票を得ることができたが、公会議での圧倒的多数により、1965年12月7日に採択された宣言、ディグニタティス・フマネの最終版の文書を阻止することはできなかった。何人かは、 この圧倒的大多数は、最初は、留保や反対すらあった、高位聖職者間への公会議の改革派の、司教団による強力なロビー活動によるもので、あるという観点を表明した。聖霊修道会の総長を引退した後、1973年まで、新学生が聖職者となる儀式であったトンスラを拒否された、ローマのフランス人新学校からのカトリック、 伝統主義者の接近を受けた。彼らは勉強を終えるための保守的な神学校を求めた。彼らをスイスのフリブール大学に導いた後、ルフェーブルは彼ら新学生を個人的に教えるよう要請された。1969年に当地の司教からフリブールに神学校を設立する許可を受けて、神学校は9人の新学生と共に開校し、 1971年には、スイスのエコンに移転した。ルフェーブルは、新学生に、団体の創立を提案した。1970年11月、フランソワ・シャリエール司教は、聖エピオ10世会を6年間暫定的な許可の下に、ピア・ウニオとして創立した。神学的な見解の異なるフランスの司教は、聖エピオ十世国際人学校を疑念を持ってあしらい。 それが、野良猫神学校であるとした。彼らは、そこの、いかなる新学生も教区に入籍させないだろうと、示唆した。1974年11月、二人の、ベルギー人司祭が、数期教委,委員会の指示のもとに、厳格な調査をし、好意的な報告をしたと言われている。しかし、絵コンで、彼らは結婚した者への司祭除外は、間もなく、 普通のこととなるとか、真実は時代とともに変化し、イエズスキルストの復活における伝統的な概念は、議論を招きやすいと、進学生や職員が恥ずべきものであると、反対した多くの神学的見解を表明した。後に、疑い様のない強い憤りと述べた雰囲気で、ルフェーブルは、 当時、教会で進行していた変革において明らかに、見られた現代主義やリベラリズムの潮流を強烈に、攻撃した宣言を書いた。1975年1月、フライブルクの新しい司教は、聖エピオ10世以下に対する仮認可を撤回する意図を、表明した。ルフェーブルは、数奇教委員会との二度の会議に参加したが、司教は1975年5月6日に、 その意図を実行に移した。この行動は、1975年6月に、ルフェーブルに手紙を書いた教皇パウロ6世により、指示された。それでも、ルフェーブルは事業を継続した。1976年5月24日の、教皇数密院会議で、パウロ6世はルフェーブルを名指しで非難し、彼のその支持者に対して、考えを改めるように呼びかけた。 1976年6月29日、当地の司教の認可なしで、ローマから禁じるようにという手紙を受け取っていたにも、かかわらず、計画していた、司祭除解を実行に移した。その結果、司祭を除解することを禁じられた。一週間後、司教省長官はルフェーブルに、彼の状況を正常化するには強行に許しを、壊なければならないと通知した。彼は、 書面での返答で、教会の現代化は、公会議前の教会の行為聖職者と行為のフリーメイソンによる秘密の協定に由来する現代人の考えとの妥協であると主張した。ルフェーブルは、その時教皇に詫びていなかったので、聖職停止となったことを知らされ、合法的には秘籍を実行することができなくなった。彼は、 新しい様式のミサを捧げることを禁じられたと発言し、パウロ6世は明らかにこれを本気で受け取り、ルフェーブルは以前の式次第を用いて、秘籍を実行することにより、罰を逃れたと述べた。生殖停止後もミサを捧げ、彼の神学校の新学生に対する除海の秘籍を含む他の秘籍を実行し続けた。百七十六年九月十一日、 パウロ6世は、ルフェーブルと越見し、1ヶ月後に書簡を送って、出席し、越見でも行った要請を繰り返した。その後、1978年に、新しい教皇に選出されたヨハネ・パウロ2世は、選出されてから60日後にルフェーブルと越見したが、合意には至らなかった。1987年、81歳のルフェーブルは、 彼の死後に職務を継続する司教を性別する意図を表明した。カトリック教会法第1 1 3条では、司教境会は教皇の許可を必要としていたので、このことは議論の的となるものであった。1988年5月5日、ルフェーブルは、ヨゼフ・ラッツインラー・スーキ教との性別を1十世会の状況を正常化する協定に署名した。 ラッツィンガー・ス機キ教は一人の司教が、同会のために除解されることに同意した。ところが彼は合意した協定を破棄し、後継者を得るために必要ならば、教皇の認可なしもやむを得ないという見方を取るようになった。教皇は、彼に、神学的かつ教会的な結果の警告をし、理教的な行動を取らないようにと要請し、ラッツィンガー・ス機キ教は、バチカンを代表して、 直接面談し、司教があくまでも分裂の道を進むのであれば、教会を破門されるだろうと、改めて具体的に警告して、伝統派を牽制した。しかし、ルフェーブル大司教は、この警告を無視し、1988年6月30日、ルフェーブルは、ブラジルカンポのアントニオ・デカストロマヤー名誉司教を、共同指揮者として4人の同会の主催である、 ベルナール・ティシエド、マルレ、リチャード・ウィリアムソン、アルフォンソデガラレタとベルナール・フェレイの4人を司教に性別した。7月1日、司教省は、この司教助会が理教的行動であり、直接関わった6人は、それゆえに、自動波紋を招いたという声明を出した。翌7月2日、教皇ヨハネ・パウロ2世は、自発教領、エクレジアデーで、この司教助会は、 理教であり、教会法第1382条により、関わった司教や司祭は、自動的に破門されたと述べ、司教助会を非難した。ルフェーブルは、彼と他の司教助会に関わった聖職者が、ローマから離れたのではなく、それ、コリ教者ではないと宣言し、かつ、司教助会は、必要不可欠なケースであると分かったが、第二バチカン公会議以来起こっている変化が、 カトリックではないことをローマに理解させることができなかったと語った。間もなく、司教に性別される4人の司祭に当てられた手紙で、ローマは信仰を失ってはいないと言えると私は思わないと書いた。1991年3月25日に85歳でガンによりスイスのマルチニーで亡くなった。彼は以下の立場と関連があるとされていた。 ありがとうございます。